きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、まあもう前回のね、うん、10億円予算は、はい、多分もう負けます。まあ私ほぼほぼアップでしたからね。だから俺はもう本当にマイナスにだけなんないでほしいっていう。はい、そうですね。うん。でも今日はですね、はい、こう第3弾あるからね、はい、この12球団別12ポジションで1球団1人だよ、はい、予算10億円、はい、やったチームでやっていきましょう。はい、ね、そうですね、はい、これあれですね、その10億円で選んだ人は選んじゃいけない、いけないで12球団1チーム1人絶対選ばなきゃいけないっていうルールの中でやった中ですね、はい、佐々木チーム先発、はい、青柳です。おお、ほぼ2億円いくやろこれは。今1億2000万、うん、これはもう2億円は硬いね。そうですね、うん、大活躍ですね、大活躍、はい、でさあ私、はい、山本由伸4はもうインの2本。いやそこなんですよ。噂あるからね、はい、ポスティングっていう。いやでももう1年いるんじゃないかな。いんのまだ若いし、あと今年多分優勝したらオリックスが、はい、ひょっとしたらいいかも分かんない、2連覇を置き土産に。そこが結構、そっか、うん、そうですね。だから袴田さんのもうこのもやつはもう山本由伸がいるかいないかですよ。もういたらもうアップだから、はい、じゃあ一応今いる前提でいきますよ、うん、いたら5億7000万からです。4号は硬いよね。4号か、うん、4号は硬い、はい、まあ、5行く可能性もある、今後のなんかタイトル取って、はい、みたいなね、うん、感じになるとね、はい、でももしいなくなったらもう袴田さんマイナス3億7000万になる。いやそうなんです。そうしたらもう 100% 負けです。でも彼次第ですね、うん、結構。ついでリリーフ、はい、今度ね、頑張ってるから。頑張ってますから、うん、まあ5から6は硬いね。そうですね、うん、じゃあ5000万ってしましょう。あと岩崎阪神、はい、ね、今抑えやってて、はい、あれこれ FA 取るんだったかな確か。まあ、じゃあ阪神から FA 出ていくやつなんて、まあそうですね、いないってほぼほぼ、はい、で今の活躍だったら、うん、そう、まあ18から2だね。そうですね、18、うん、で、はい、俺伊勢。おお、これは、うん、276から、まあ、6000か、6いきますか、うん、6000ぐらいかな、はい、5000はちょっと安すぎるしね、頑張ってるからね。そうですね。で清水、清水の棒、これはもう1億いくんじゃない、はい、確実に、ちょうど1億ぐらいですかね、うんうんうん、確実に、はい、でキャッチャー大城、おちょっとあれやな、どうですかね、下がる可能性あるな、維持か、5-5か、5-5から5-5、うん、下がる可能性ある。もう今後して今後の後半戦試合でもっと下がる可能性もあるけども、ちょ今はもう瀬戸際だね。一応5、うん、戸柱、はい、まあ上がるんじゃない、374だからね、上がりますか、うん、4000ぐらいで、じゃあ微増で4000万ぐらい、うんうん、か維持か、維持ぐらいで、うん、そうですよね、うん、で、はい、ファースト三森、これもちょっと今怪我で離脱してるから、はい、でも序盤ねすごい良かったので、うん、24から、まあ、3-5ぐらいかも分かんないね。そうですね、うん、上がりそうですよね。ファースト山口、はい、いいところ選んでんだよ、はい、でも使われないからね。そうなんですよ、うん、でも上がるよ、2000万ぐらいにはなるよ。そうですね、ちょっと上がりそうですね、うん、2000から25もあるね。25もありますか、うん、はい。で続いてセカンド中村翔吾、これちょっと危ないな、成績そんな良くないからね。 うん、でも一番ロッテでやっぱ安定してるの中村翔吾選手。いや出てるだけね、はい、いやダウンもあるな、1億1000万ダウンもあるね、普通に考えて。あーそっか、うん、どうします、じゃあ維持、じゃあ1億円ダウンにしようか。まあこっからどんだけ頑張るかによって、ね、そうですね、これは変わるからね、はい、これ今の今日現時点のね、はい、話勝手にしてるだけだから。吉川、これ上がるね、これいきます。 5?6?6?3700万から巨人だったら6000は、6は硬いよね、6は硬い、硬い、じゃあ6、うん、6は最低、はい、どこまでこっから伸ばせるかだね。そうですね、うん、勝手に決めてきたんで、人の年俸勝手に決めてるんで、何の話してんねんって言うて、ね、まあ、予想予想勝手にね、はい、こんな楽しい人のお金の話するのこんな楽しいことないね。いやめっちゃ楽しいですね。でサード、はい、高橋周平、はい、いやこれダウンやな。うーん、7号から下手したら20%ダウンで、だ1500万ダウンあるな。だ6000で、リチャード、これどうですか、なんか微妙なとこやな。まあ下がることはないやろ。はい、微増か、いし13にしとく。140万アップ、はい、10% ぐらい。そうですね、まあ一軍でちょっとやってるってことで、はい、ショート源田、はい、でもちょっと怪我とかでもいないしね、まあコロナとかもねあったし、どうなんだろうね。まあなんかそうですね、いたら 100% だけどね、はい、まあ維持の可能性もあるよね。なんかそんな感じですね、維持ぐらいですかね、うん、はい。それでしょ、小園は上がるね、上がりますね、まだ2100万ですから、うん、
5いくか、5いく、5いっちゃうかもね。ちょうど5ぐらいですかね、うん、いっちゃうかもね、はい。で続いてレフト近藤健介、これも FA だから、はい、どうなるか。うわー、日本ハムがどう出るか、うん、これはもうちょっと予測不可能だね。そうですね、うん、じゃあ維持にしておきますよ、うん、まあ、とりあえず維持にしとこうか、はい。で鵜飼、まあまあ1号か。まあそうですね、1号でちょっと出たっていうところで、うんうんうん、1、2から1号、1号何のかどうなんだろう。ずでもずっと最強おらんしな、うん、今そう維持あるね、維持あるね。まあでもちょっと頑張ってから100万アップぐらいか。そうですね、ルーキーだけど、まあ1軍でちょっと出たしっていうところで、うんうん、じゃあ13、何の話してんのこれ何の話してんねんっていう。めっちゃ楽しい、はい、センター宗、おお、いいじゃないですか。5700もそうだね、7000かな、7000ぐらいですかね、うんうん。で山崎剛、ちょっとあれだ ね、 そうですかね、期待値ちょっと下がる。今年小深田も頑張ってるしね。そうなんです、スタメンではないので。これ減るな、16か、減ります、うん、でも1軍にはいるって意味で。でもそんな出てないやろ。そんな出てないです。え、どれぐらい出てるの。そんな出てないやろ。でも結構やっぱダイソーとかで出る感じになってますね、たまにスタメンですけど。で去年の後半戦すごいね、うん、こう48試合俺がもし球団だったら、はい、奮起を促すためにあえてダウンする。ああ、じゃあ1500万、だから100万ダウン、100万ダウン、1600万、うん。渡辺義明楽天、あんまり出てないですね。でも最近ちょっと出てきてるよね。ちょ、もちろん序盤ももちろんいましたけど、うん、どうどう上がる。1250、1250だよ。イージー31試合、変わんないね、山崎剛とそんなに。そうですね、でも金額的に1250なんで維持か、維持じゃないですね、うん、維持だね、そのぐらいですね、うんうん。あとはもう球団の期待量があったら、はい、1300万にもなるし、うん、厳しく奮起を促すんだったら1200万になる可能性もある。はい、はい、了解です。万波、お、これ上がるんじゃないですか。うん、まあ上がるね、900万だからね。そうですね、いいとこ入れてたね。はい、でもちょっと山あり谷ありだね。いちご、いや今何本打ってるのかな。10本いってましたよね、2桁ホームラン10本打ってる、うん、1号かな、1号、900万から1号で、うん、はい。DH 野間、はい、野間最近めっちゃ頑張ってるからね、うん、そうですね、まあ、4000ぐらいなんじゃない、900万アップぐらい、はい。で森友哉、はい、まあ、怪我もあったけどね。どうですかね、2億円だから、2億1000万高いからね、はい、維持か、まあ、ちょっと維持にしとこうか。維持ですかね、うん、うん、そのぐらいにしましょう、うん、さあ、ではどんな感じなんですかね。まあでも、え、袴田さんの有望株は一番上がりそうなの誰。私の一番上がりそうなのちょっとあれだね、多分微増多いよね、まあ、岩崎投手か、うん、吉川直樹選手、うん、そうだね、はい、まあ、山本由伸がどうなるかっていう。そうなんですよ。で俺で言うと青柳君の伊勢は結構上がりそうなんだよね、はい、まあまあ青柳投手が大きいですね、うん、で俺近藤が FA がどうなるのかっていう、はい、これは俺もしかしたら佐藤さんがちょっと、うん、圧倒的有利じゃないけどね、うん、青柳投手のね、やっぱのその結構な増額ありそうなんで、うん、圧倒的有利とは言えないけども現状良さそうだね。そうですね、うん、ただ私多分マイナスがいないので今のところ。袴田さんさ、はい、でかいの言ってるから安いのだから大幅アップがなかなかない、うん、そうなんですよ。高いののメリットとしては、うん、頑張ったらすっごい大幅アップするじゃん、はい、いきなり1億円とか、うん、でもデメリットとしてはそこがあんまり伸びなかったら安いのってそんな伸びないからね。そうなんですよね。でもやっぱ大きいのが山本由伸投手、岩崎投手、うん、山本が4号になる可能性あるからね、はい、全然。でも清水投手もまあいいだろうなと思ったんですよね、うん、いい。あと森選手がどうなるかっていう、これピッチャー3人どうなるかだね、お互い。そうですね、うん、まあ、そうだ、あと森だね、森。そうなんですよ、うん、まあ、でもちょっと前半戦がね怪我しちゃったのであんまり大きく上がることはないだろうなっていう感じがありますけど、うん、ね、あと俺は源田の怪我とかのそこの交渉がどうなるのかっていうところがあるね。そうですね、まあ僅差で勝ってるかなっていう感じだね。まあちょっと俺はまだ分かんないね、はい、どうなるのか。まだまだ後半戦次第っていうところも、はい、あと山本由伸投手次第。そうそうですね、俺はもうコンちゃんの FA 次第っていうね、はい、あと皆さん自分のもね、うん、ちょっとやってみてくださいね。そうですね、皆さんメモしてると思うのでね。はい、はい、では